梅谷正吉像、中国上海市商工公園にて、梅谷正吉昭和9年11月23日は、日本の実業家、アジア主義者、孫文の支援者であり、日活の創業者の一人、長崎県生まれ。幼少期、土佐藩経営の土佐商会の家主でもあった、貿易商で精米所も営んだ、梅谷商店の梅焼家に、養子入りする。十四歳で、上海に渡る。 一時は、米国相場に失敗して、中国へ退店したが、写真術を学んで、写真館を経営するなど、香港で貿易商として、地位を築いた。1895年に、中国革命を起とした孫文と香港で知り合い、多額の資金援助をし、侵害革命の成就に寄与している。1905年頃に、日本に帰国し、 日活の前身であるエムパティ紹介を設立。映画事業に取り組んで、白瀬信の,の南極探検や侵害革命の記録映画を制作し、これらの事業で得た多額の資金を革命に投じている。1913年に孫文が遠征外に敗北し、日本に亡命した後も、1915年に孫文と総敬礼との結婚披露宴を東京、 新宿の自邸で主催するなど、たびたび孫文への援助を続けた。1929年には、南京に孫文像を寄贈している。また、東山光犬飼い武士、山田淳三郎、宮崎東天らアジア主義者らと集い、フィリピンの独立運動にも関与している。千葉県泉郡庁舎町の別荘において、孫文らと秘密の会議をしばしば行った。この別荘は、 高い塀と樹木に囲まれており、外部からは内部の様子がほとんど見えず、場違いの白亜の館らしものが見える状態になっている。日中関係の悪化に伴い、外省、広田高期に改善の断範に赴こうとした途上、別荘の最寄り駅である外房線三門駅にて倒れ、休止した。65歳没。ありがとうございます。